き主君に忠誠を誓い、主君の名誉のために自らの命を顧みず戦った47人の石像。赤穂城跡周辺には、元禄15年1702年の元禄赤穂事件に関わった赤穂義士たちがさまざまな場所で祀られています。その行動は武士の道を示したものとして、事件直後から人々の共感を呼びました。武家社会で実際に起こったことを文芸の題材にすることはタブーとされていたこの時代、赤穂事件は人物や時代が脚色された上で、さまざまな芝居や浮世絵に取り上げられました。赤穂事件を題材にした歌舞伎の代表的な演目「仮名手本忠臣蔵」の一場面を描いた浮世絵。忠臣蔵を題材に描かれた浮世絵は 4,000 以上もあると言われています。浄瑠璃や歌舞伎といった芝居の上演は 7,000 回を超え、300年以上経った今でも小説や映画の題材になるなど、その物語は生き続けています。赤穂義士たちの物語が始まったのがここ史跡赤穂城跡です。17世紀中頃に築城され、明治6年1873年に廃城令により廃城するまでの約200年間、赤穂藩の居城となりました。赤穂城が作られたきっかけは、正保2年1645年に浅野長直が藩主として入藩してきたことに遡ります。何せね、城が作られない時代に作られた城なんですよ。通常だったらもう平和な時代になって、お城作りが幕府に制限されてた時にですね、極めて異例な、作られるはずがない時期に作られた城だから珍しい城なんです。だから見るだけの価値がある。これがね、赤穂城の魅力ですね。赤穂城は海に面した平地に作られました。瀬戸内海や川といった自然の地形が防御となり、かつ船による経済的な活動にも生かせる海城として作られたのです。赤穂城が築城されたのは、長く戦が行われていなかった時代です。しかしこの平和な時期に、戦国時代から伝わる戦術や傭兵など戦の方法を後世に残そうと、軍学という学問が発展しました。その中の一つが甲州流という当時の最新式軍学思想でした。この模型は木図といわれ、甲州流軍学の考え方を示すために作られた模型です。赤穂城を設計したのは近藤正純。浅野家の家臣であり、甲州流軍学の祖である小畑景則の直弟子でした。赤穂城はですね、非常に珍しい設計なんですね。江戸時代初めの築城科学があるんですよ。甲州流軍学、江戸時代強いので有名だったのは、戦国時代の武田信玄勝頼の武田家ですね。でこれ非常にお城作りも戦国時代から発達してました。多分最初で最後の機会じゃないかと。こんな全面的にですよ、お城を自分たちの頭の中で、脳内で作った甲州流軍学のお城が本当に目の前に出現するわけですから、どこがその甲州流軍学の技術が、あるいは工夫が現れてるかっていうのを、残ってるお城から我々は見ることができると。非常にユニークな、他の城には見られない仕組みや構造がたくさんあるわけです。城の構造を縄張りと言います。箱城の縄張りは3つのゾーンに分かれていて、内側から本丸、二の丸、三の丸と呼ばれています。極めて複雑な形の石垣によって構成されて、長い直線が少なく、石垣を曲げて作る折れが随所に見られます。本丸の門です。当時攻めてくる敵勢は大人数で丸太を抱えて門を破りましたが、その丸太が門にまっすぐ届かないような角度に土橋が設計されていました。仮に敵に突破されても、マス型と呼ばれる袋格子のような場所が作られ、そこに呼び込んで迎え撃てるようになっています。お城の作り方にはいろいろあるんですけど、まずね、輪っかの中に輪っかを入れていくように輪郭式っていうのがあるんですね。あと定格式って言って、はしご状に、順番に並んでるんでね、一つの三の丸がまずあって、その横にもう一個こう二の丸があって、二の丸を打ち破ると、まあ本丸が入るというふうに、はしごを登っていくように一個ずつ落としていかなきゃいけないんだけど、これ横から攻められるとですね、横に守るものがあんまりないもんですから、ちょっと弱いんでね。で、横側は川と海に守られてますから定格式にしてですね。とは言いながら、もし、どっかの郭、外側の郭が破られたとしてもですね、本丸のあたりはこう輪郭式にして丸く囲って、紙面全体を堀で囲うという、堀と石垣で囲うという構造を持ってます。横矢は向かってくる敵に対して横から弓矢や鉄砲を射ることができる構造です。敵が盾を持っていた場合、正面からでは防がれてしまうので、横から矢を射るのです。もう一つ大事な点がですね、石垣からこう横側に向かって撃つことができるような石垣に出っ張りを作っとくわけですね。で、その攻めてくる敵を横っ腹からこう射撃をしたり、こう矢で射て撃ち落とすんですけど、当時の鉄砲っていうのは50メーター以内で撃つとむちゃくちゃに効果がある。そう遠くでは威力がないんです。丸い球ですし、回転がかかってませんので、まあ理想は50メートル以下で、直線は長くても80メートル以下で、なんか屏風のようにちょっと折れたり出っ張りがあったりして、死角がない、射撃の死角がないように、してある。当時の鉄砲や弓矢の射程距離を考えてるわけですね。箱城本丸には高さ 9.5 メートルの天守台が残っています。しかしこの上に天守が作られることはありませんでした。天守模型など残された記録から、当初建設が計画されていたことがうかがえますが、戦がない時代であったことや、大規模な城郭で資金難であったことなどから、計画は見送られたと考えられています。本丸内には赤穂藩の藩邸と庭園などがありました。本丸内のほとんどを占めていたのが藩守御殿でした。面積にして本丸内の3分の1以上を占めており、公務を行う表、藩主が居住した中奥、藩主の家族や側室、女中らが居住していた奥に分かれていました。現在藩邸は残されていませんが、絵図や発掘調査の成果などから、元禄期頃の藩邸の間取りを原寸大で再現しています。本丸と二の丸には庭園があります。御殿から眺めることができる本丸庭園は、当時の遺構をそのまま使って再現されています。二の丸の4分の1を占める広大な二の丸庭園は、発掘調査の成果を生かして整備が進み、当時の姿に復元されています。赤穂は古くから塩の産地でした。赤穂の塩作りは弥生時代にまで遡り、当時の西園土器や平安時代の塩田以降も全国で初めて発掘されています。江戸時代に入ると塩田開拓が大規模に行われ、当時の藩主であった池田家から浅野家、そして幕末まで森家へと引き継がれ、広大な入浜塩田が形成されました。赤穂が全国有数の塩の生産地になったのは、浅野家が城を作り始めた頃からです。築城を命じた城主浅野長直の塩業政策によって大規模な塩田開発を行うため、姫路などより技術者を招き、当時の最先端技術を取り入れてからでした。入浜塩田と呼ばれる干満の差を利用して海水を引き入れる製塩法で、大幅に効率化を図ることに成功。その結果、赤穂は日本全国の塩の 7% を供給するまでになります。さらに製塩技術は瀬戸内海沿岸部に広がり、当時全国の生産量の8割を占めたと言われた実習塩田と呼ばれる一大産地を形成しました。赤穂市は塩の港として栄えた町です。赤穂の塩はこの赤穂市から海船に乗せられて、主に江戸や上方へと運ばれました。街道には当時の豪商たちが軒を連ねた町並みが残り、繁栄した時代の名残を今に伝えます。2019年、赤穂の塩作りに関するストーリーは、日本第一の塩を産した町播州赤穂として日本遺産に認定されました。瀬戸内海ってすごく晴天率が高い、要するに晴れるんですよ。それでいろんなところに塩田ができてて、赤穂の塩って言ったら、もう名が通ってて、どこでも取引される時に上位の値段になるんですよ。江戸時代の値段の付き方ってね、一番大きな立派だとされてる産地から何段下るかっていうふうに値段がつくことが多い。でも赤穂の塩も一回ブランディングされますとですね、赤穂の塩って言ったらもう最上位クラスのところにこう並ぶわけですよ。で将軍様のお塩も献上して赤穂塩と値崩れしなかったということなんですね。築城とともに城下町も形成されていきました。城同様に町割も防御がよく考えられています。道のところどころには武者隠しと呼ばれる折れを作り、道幅を変化させたり、直線をわざと曲げたりしています。そのため敵に攻め入られた際にはその勢いをそぐことができたのです。街道沿いに多数の寺院が配置されるなど、その独特な町割は今もよく残されています。赤穂城は浅野家の築城から元禄赤穂事件を経て長井家、森家へと城主が変わり、明治の廃藩置県まで200年の長きにわたって赤穂藩の居城であり続けましたが、時代の波とともにお城は壊されてしまいました。しかし昭和46年、国の史跡に指定されて以来、継続的に発掘復元作業が進み、赤穂城の姿が再び明らかになりつつあります。多くの人々に共感を呼ぶ赤穂義士の物語。その原点ともいえる赤穂城跡では、現在も調査研究が続いています。赤穂城跡ではこれからも新しい物語が生まれることでしょう。